次ツアーゲスト最後つながってますか。はーい、ヤッホー、こんばんエルエル、こんばんエルエル、こんばんエルエル、エル先輩、せーの、マヒマヒ 3D おめでとう何に対処してんのおめでとうありがとうございますわーやっとですね、やっと待ってた、え、ほんとに、うん嬉しい、ありがとう、ようこそ、よっ、おめでとういらっしゃいましたということで、うん、L 先輩もなんか、はい、L 先輩自身が可愛いからやっぱり可愛いポーズ知ってるかなと思って、あの任せてポーズ指定を愛し、ポーズ指定に愛された女メイド喫茶を練り歩き283年任せて、じゃあまずあの、はい、ハイハイのポーズしてもらっていいですか。はい、でそれで、はい、どちらかの手を、はい、髪、あの触覚を耳にかき分けるポーズをして、で、うん、カメラ目線でちょっとお願いします。あ、もうちょっとアップでいいですよちょっとよかった、あ、いいですね、何を、そしてちょっと次に差分として、はい、その髪にかけた手をあのカメラの上の方に置いて撫でているように、あーいいですね、あ、いいね、最高です、サブン、サブンって言ってきた人初めて、これこれありがとう、なんか今めっちゃ疲れたいや本当にね、でもエル先輩とね、うん、隣にね立ちたいと思ってたからね、え、本当に、いやそうそう、うん、3D になったらエル先輩に言おうと思ってたことあって、うん、なんかこちら配信ではちょこちょこ言ってたんですけど、はい、いや、え、今日は特別な日なんで今日だけ若もも言うんですけど、うん、あのギュッてしてもらいたいなって、あの別にいつでもいいんですけど、いや、いつでもお任せあれ、本当に、うん、え、絶対忘れないでね、それ次会う時までに、うん、え、いつでも、いつでも、やった、うん、やった嬉しい、来ちゃったよめちゃ離れちゃった、いつでもって言ったから今来ちゃった気をつけないあまりにもおめでとうマヒ緊張する急に緊張してきたよかった、いや、あ、ちっちゃいねマヒマヒ、いや、ちっちゃい、かわいいでしょ、ちっちゃい、うん、よかったかな最初に隣に並ぶの、うん、L でいや、いい、私のわがままなんでね、うん、あ、本当によかったえ、L170 なんだけどさ、はい、マヒマヒ何センチ152か3え、ちっちゃいうるさ20センチぐらい差あるってことでしょ、うん、ほんとかわいい、かわいい、そう、身長差すごいよねっていうのを 3D になる前から話してて、うん、そうだね、そうなの、あ、マヒマヒの部屋、なんか雰囲気変わったくない、この前来た時といやいやいや、うん、変わってないんですよ、こんな青い家具とか、いやいやいや、なんでそういうこと言うの、綺麗に揃えちゃって、いやいやいや、うん、なーに水臭いわね私も呼んでよ、女の子部屋ですよ、いや私も女の子だもん、やだ ABC なんだから、私たち3人で ABC でしょ、うん、あれ、長尾ちゃん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 、けいこちゃん、けいこちゃん、けいこちゃんよ、呼んで、なんかいた、どうした、どうした、着慣れない服着てるの私わかる、え、すごい、うん、めっちゃ指差し洗っちゃう、なんで恥じんのやんだ、うん、あ、そうだよ、こうでしょ、あんな感じで急に来るから、うわ、すごい、なんだこれ、ということで、なんか部屋に二人が来てくれましたけど、はい、なんかでも私、エルさんしか呼んでなくて、いや、いい部屋じゃんね、もう、いい部屋じゃんいやー、そうやって、もうベッドにさ、疲れたよ、ベッド、ベッド座っちゃダメでしょ、もう本棚いいもんいっぱいあるじゃんね、なんか漫画とか読ませてよ、ちょ、今ちょっと、ちょ配信中なんですよ、今配信中、その配信中節操は後にしろ配信中なんでね、え、でも、まあ、呼んでないにもかかわらず ABC 揃ったのであ、けいこちゃん呼ばれてるあ、使える、あ、ちょっとちょっと、順調だよ、すまなくなっちゃうからということでね、で、ちょっとゲームをせっかくだからしたいなって思うんですけど、はい、あら、何する、 おもてなし、あと、ちょ、トランプとかだったらよかったんですけど、ちょっとこの部屋じゃやるに狭いので、そうね、ちょっと一人暮らしの部屋じゃちょっと一人暮らしだから狭いから、トランプはちょっとね、ちょっと
ね。トラウマ。ということで、一度移動したいと思います。お待ちください、皆様。ジャンプどこカメラ。あ、